セキュリティってこういうところから破れるんだよな。どのセクションの担当も非常に優秀な人材が揃ってるわ。嘘がつけない優等生がね。つけないじゃない、つかないんだよ。こことか臭いね。そうね、中央研究所。高村セキュリティから投入1000人って戦争でも追っ始めるつもりかよ。調査担当やマネージメントの人間を含めると大変なことになるわ。もともとグループ全体の頭脳といえる場所だから頻繁な人材交流は当たり前だが、ここ数ヶ月入ってばかりで出ていない。何より所在地が臭いよな。和歌山県新宮市、熊野灘の目と鼻の先。次のターゲットは決まりだね。熊の詣に新宮参りか。日本史の授業に出てるみたいだぜ。ん？古い伝承と神話の町さ。いいとこだぜ。海は綺麗で海産物がうまい。リサ、ちりめんじゃこって知ってる？ええ、もちろん。あれの釜揚げなんか現地で食うと最高でさ。丼にそれだけ持ってかっくらうと、これがもう。メデー、メデー、ビル内緊急システム作動。ちょっとのんびりしすぎたか。リサ、ログアウト。オッケー。中央エレベーター3機、その階に今止まるぜ。中央は対策済みだ。西エレベーター駆動中。おそらくこれもだ。西側からだと。東エレベーターは生きてるか？ダメだ。エレベーター全機非常用遠隔手動コントロールモード。了解。上しかないってわけね。エディ、モード A スクランブル。エッサー。リサ、撤退パターン C、 前衛は俺がやる。シンガリオ。了解。発砲判断は任せる。最優先事項は脱出。それ以外は考えるな。あなたは？私に？両方だよ。最優先はどちら？そんなもの言わなくても分かってるだろう。君だ。了解。西エレベーター前、制圧終了。トラップオン。一気に抜けるぜ。了解。
非常階段前2人、ドア右スタンド左スイッチ、右をスナイプ、ラジャー。ここからが本番。エレベーターの全滅は伝わってるわ。今頃ガードマンの皆さんは大登山大会か。行こう、スピード勝負だ。了解。開いたぞ。注意しろ。まだ撃つな。いいガードマン連中だぜ。早い。いざとなればスモークね。追加を。さっさと張っちまった方がいいんじゃないか。進行方向は一つ。決死覚悟の生きのいいのがいないとは限らない。足止めが先。なるほどね。そいつは進路確保。釘付けるわ。いけるか。数がわからないぞ。私を誰だと思いで。エクスキューズモア、頼んだぜ。ウィー、モッシュ。おお、我らが本社へようこそ、那須総一殿。大吾隊長。覚えていてくれたか。私のような弱敗者がナスティーボーイのお心に止まっておるとは。おお、なんと嬉しき事実よ。ま、ね。隊長、再就職かい？いい仕事見つけたじゃん。そうとも、いよい主人にお声かけていただいてな。今はここで働いておる忠実なしもべとしてな。鬼も泣き出す狂犬大吾がガス屋の番犬風情かい？なんだよ、もう隠居モードか。時の流れは残酷だね。
貴様は我が主の大きさを知らぬからそんなことが言えるのだ。我が主は我々凡夫には考えも及ばぬほどとてつもなく偉大なお方だ。俺にはこれから一仕事がある。偉大なお方？一仕事？一体なんだよそれ。ガキにはわからぬ世界よ。それよりどうした？美人のアシスタント君はまだ来ないのかね？キツネは来んよ。何のことだか。女にうつつ抜かして七へ飛び込む。クソガキもそんな年頃か。隊長、やりたいんならやってやってもいいぜ。一本勝負。ところがだ、何不自由のない仕事、金、待遇をいただく我が主にはたった一つだけいただけぬ点があってな。何度お諌め申しても聞き入れてはくださらぬ。何？その前にその物騒なものを捨ててもらおう。お前は殺すなと厳命されておる。ほう。従って俺もやりたいのは山々なのだが、お前にはここで我々の縄についてもらうしかない。変な顔をしてるな。貴様は小技を浪するからな。我が主のお知恵を拝借した。老人趣味だぜ。そっちがそう来るなら逃げてみせら。もちろん俺はこれで狙う。何の芝居なんだよこれ。今にわかる。さあ縄につけ。
なんだ、どうした。おわ、なんだ、風が。違う。時間通り。待たせたな、ボーイ。作戦変更、構え。遅いぜ隊長。つまらぬ時期にはもうこだわらぬ。総一、やはり貴様と俺とはこうでなくてはな。さあ、我が主のもとに参ろうか。あのうるさいハエを追い払え。絶対。総一、早く。大吾、聞いてやがんだろ。総一を話せ。じゃなきゃケツにヘルファイアぶち込んでやるぜ。やれよエディ、クソガキごと地獄へ行こうか。くそ。早く。総一、脱出。ああ、真正面、ツリーで蹴って。ゴー！クソガキ！
リサ。おいおい、総一、何もぶたなくたっていいだろう。エディは黙っててくれ。そうはいかねえ。ヘリ下での出来事は俺っちだって見てんだ。おめえ姉さんがいなきゃ今頃地獄の一丁目でエンマ様とご対面中だぜ。それだって、だってもヘチマもねっつーの。芝居だとかなんとか言う気か。相手はあのクソ大吾だぜ。たとえそういう筋書きだったにしても、やつなら頭に血が昇って引き金引いちまうわ。おめえだってそうだろうが。だけど。まあ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 、落ち着け落ち着け。ほら座んな、姉さんも。まあ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 、総一、おめえだって分かってたろ。カッカ来てちゃ何にも見えてこねえってよ。分かってる。キツネ。言い訳はないのかよ。遅れたわ。それは事実。何も言い訳できない。俺と互角にやり合う米軍のエースエージェントが世界中探したって何本の指に入るような君が、あんなクズ連中相手に遅れた。下手な嘘もいい加減にしろよ。総一、あんなクズ相手に遅れを取ったからこそ何の言い訳もできねえんじゃないかな。あ、じゃあ大吾のチームが花から屋上に配置されてたのはどういうことなんだ。俺たちの情報はどこから漏れたんだ。漏れたんじゃなくて、おめえの行動パターンなんざ一発のエージェントならみんな知ってるさ。それはだから座んなって。ほらしっかり下っ腹に力入れて深呼吸。エディ、姉さん、今日のところはまともな話なんてできっこねえよ。うちのボーイは見た通り火がつくとなかなか消えねえんだ。すまねえが出直してきてくれねえか。待てよ、俺の話は終わっちゃいない。いいから、今日はお開きにしようぜ。時間がないわ。
何のだ。高村の動きは急よ。先ほどのあなたの動きがそれを加速する。彼らは動き出す。じゃあどこで何をどうすればいいんだよ。それはわからない。これからわからない。じゃあどうするんだ。俺はまた君の情報を待てばいいのか。今度はどこへ連れて行ってくれるんだ。高村セキュリティの射撃訓練場か、高村ヘビーインダストリーの兵器実験場か、それとも高村総帥の大豪邸に招待でもしてくれるっていうのかよ。それはわからない。もううんざりだ。騙すなら他の奴を騙せ。俺の前にもうその何も映らない目を見せるな。出て行け。今すぐここから出て行け。やりすぎ。このぐらいやっとかないとダメだろう。相手は超一級だぞ。歴戦の女エージェントは涙なんかしょんべんより簡単に出るっていつも言ってるのはエディだぜ。まあ、罠と知って罠に飛び込む。さすがにちょっと甘く見すぎたか。やばいところだったぜ。俺っちもちょっと焦ったよ。大吾に組まれちまった時にはね。だが少しわからないのは、あの状態で十分だったのになぜあの女が飛び込んできたのか。あそこでミッションコンプリートじゃないのか。彼女としては。ああ、それなんだがよ。ん？悩んだんだよ、言おうか言うまいか。ナビとしちゃ手にした情報は全部おめえに入れておきたい。だけどこいつ入れちまうとおめえ残った判断全部が全部狂っちまうような気がして。すまん、今もその迷いはある。だからおめえに押し付けちまおうと思う。見るも見ないも。あの人の出生から現在までだ。ほぼ信憑性は 100% だと思う。根拠は？ミスター経由なんだ。間違いない。わかった、一人にしてくれ。そのつもりだよ。
全部つながったよ。そうだな、敵討ちだな。この彼女の親父さんたちが噛んでたプロジェクトってな、どう考えても高村の手のものだろう。連中、そんな昔から海底の何かを活用する手段、方法を探っていやがったんだ。天然ガスに強いのは結果か過程かすらわからないな。このプロジェクトの内容は？すまない、古い話なのと、探しても探しても当時の情報が全く手に入らないんだ。おそらくかなり厳重な観光令が敷かれてる。従わない人間はアルフェロフ夫妻のように、リサのご両親のように。間違いねえな。失踪後すぐに ID13 の前身にあたる CS18 に彼女の記録がある。16年前のデータだ。当時の CIA は冷戦崩壊で仕事なくってむちゃむちゃやってた頃だからな。7つの子、それも怨念を持つ身寄りのない娘、子役にぴったりだな。アメリカが高村に送り込むのにこれ以上の人材はいない。えげつない、己の両親の仇に仕えろなんて。だからこそ最大漏らさず情報が手に入るじゃないか。それをえげつないって言うんだよ。すまん。いいって、気持ちはわかる。アメリカの意図としてはできるだけ高村の身辺を探らせるつもりだろう。そして本当に例の事件が奴らの仕業で、それを止める手段がないとするなら神風だ。どっちが悪魔か分かりゃしねえ。まあな。待てよ、いくら古い事件だと言っても、いや待て、アルフェロフ博士の一件に高村が絡んでいるのなら、いや事件そのものが高村の手によるものなら、高村はリサの正体を知っている。そうだ、分かっててそばに置いている。理由は自分の寝首をいつでもかきかねない暗殺者を手元に置くなんて。リサはアメリカ最高のエースだ。あのカードがあればいつでも逆転できると思ってる。そこに隙ができる、あるいは内部情報源があると思わせて偽の情報を流す。使い道はいろいろだ。それに総一ん、生け捕りを狙ったエネルギービルの一件、高村はどうやらお前に興味を持ってるらしいな。俺に？俺のデータにか？それとも何か仕事でもさせる気か？例の技術の広告宣伝でも？冗談じゃない。まあまあ落ち着けって。何が目的かまではわからねえが、とにかく興味を持ってることは確かだ。そのためにおめえに近づけるのは、とびきりの美人に越したことはねえだろ。リサはそのために手元に置かれているって理由もあるのかもね。
演じているつもりだからまだいい。だけど彼女は、エディ。おい、来た。留守番だろ。ああ。俺はいつだってナスティーボーイの味方だぜ。おめえの好きにやんな。ああ。ミルト、目的地ヨットハーバー飛ばせ。作戦起動をお伺いしてもよろしいですか。悲しいピエロを慰めに。やあマイスター。